皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年12月30日、11時11分。まあ、たまたま、位置が4つ揃ったなと。まあ、ジャニーズ関係の皆様へ、まあ、ファンの方たちも含めてなんですけども、まあ、全体含めて、まあ、結局音楽業界へのメッセージみたいな形になると思うんですが、まあ、この間のニュースで、まあ、井ノ原さんが本当の人口の話を聞いてびっくりしましたってこうおっしゃってたんですけども、まあ、どのぐらいまで知ってるのかなと思って、で、まあ、ホームページ、淡井圭介の履歴の、51番の方に、まあ、日本や世界の人口統計ということで、まあ、人口統計、世界の本当の人口っていうものを、まあ、先ほど収録しまして、まあ、今アップロードしているところなんですけども、まあ、そういうところを見てもらったら、現実がご理解できるんじゃないかなと思います。6000万人いないかもしれません。本当に。日本に住んでる人は。もう、びっくりしました。その河川水門会式玉発電とか地下水流トンネル発電の件で、さすがに今回は大丈夫だろうと。あと結婚問題もことも含めてですよ。会うとかいう文句今までテレビで何回も見たから、抗議行って追い返されました。びっくりして、50億人の命よりも、アポイント優先。びっくりして。いや、もう僕分かんない。本当にどうしたらいいのか。もう僕の状況とか話聞いてもらったら分かりますから。でも、もうみんな、もうこれ、恥ずかしくない話で、倒産は結構しょっちゅう昔からあると。ジャニーズはもともと昔から倒産あるっていうことをしっかりと公表したりとか、世間に周知して、本当の人口の話から。で、もう昔から音楽業界で、その、10年以内に消えていく人たちっていうのは、大量にいらっしゃって、グループごとですよ。で、まあ、バンドなり、何にしても。で、その辺のところが、結局、次から次へと新しい人が出てくるから、どうしてもそうなってしまう部分と、あと作詞作曲の部分でどうしても、これは買い手がつかないと、人気は出ないと、ライブやコンサートにも来ないと、まあいうような形にどうしてもなってしまう人たち。まあそういう人たちは特に消えていきます。まあだからジャニーズというグループが長い間持続できていたのは、もう客観的に見て、その次々ずっとデビューさせていましたから、あ、これは無理だなっていうのはすごく見ていてよくわかりました。いや、無理でしょ、この状態は。で、ただこれ音楽学校なんですかね、結局その学科のね、数を絞らなきゃならないのは来るでしょう。結局だってクレイの皆さんも結局そうだったんでしょ。自分のところのその事務所レーベルを立ち上げて、自分のところの事務所を訴えて、その個人のね権利ものの 2.5% の話で自分たちで自分たちのそのレーベル会社を追い込んで、いらない人間を、まあ、追い出していったと。だから、学校から雇ってくれで来られるんでしょ？結局それがあるから、そんなものを我々だって受け止めれませんと話がなかったら、これどう考えても無理でしょう。もうこれね、別に音楽業界だけじゃないんですよ。どこの業界見ても同じなんですよ。工業関係とか工場とかも同じ。まあ、まあ、阪神淡路大震災があったから、まあ僕は神戸市内ぐらいのことしか大体わかりませんから、まあ2003年に個人情報関係が出来上がって人口は縮小してるんですけども、生まれてくる人たちがね、男性女性がこう、棒グラフがこうあったとして、もう大体こういう形になってると。ある年だけちょこっとだけ出たりはしてるんですけども、もうこうなってるからどう考えても、スーパーマーケットだってね、過剰競争で昔からすぐ倒産してるのに、本当に、家電メーカーも、その家電量販店自体もそうですよ。家電量販店の近くに家電量販店作ったら、それはもう、お互い首の締め合いでしょって、それぐらいみんな分かっていたのに、なんで経営者の人が作ってしまうのっていう、
それが無駄なお金の使い方なのにって、もう余計な経費かかって、もう無駄なことばっかり。テレビは家電量販店行ったらつけっぱなしにしてれば昔一回全部消していたのにって。ほんと昔テレビ、あの一時あのいろんな呼びかけかけてテレビ、まあ僕は公表しないぐらいしか大体移動しないから、いちいち大阪の家電量販店までいちいち本当にテレビ消してるかどうかなんか見に行かないから、近隣のところね、たまに立ち寄ったところで、あ、テレビちゃんと消してるわっていうのを確認したんですけども、テレビつけっぱなしにしたらね、テレビって、例えば今の薄型テレビもう僕十何年間使ってるんですよ。まだ壊れてないです。もう一部は壊れてますけども、ヘッドホンのところ一回足でヘッドホンつけさせてるときに皆さんありません？こう足引っ掛けてしまって、こうのガラッてこうテレビが倒れそうになって傾いて、でその瞬間からもうヘッドホンが聞こえなくなって、ヘッドホン自体は壊れてないんですけども、テレビの差し込み口のところがちょっとおかしくなって断線してしまって、内部のところが、まあ、そこは壊れてるんですけども、それさえなかったら普通に使えてたんですけども、また壊れてたんですよ。だからなかなか買いって、いっぱい薄型テレビ買ってもらったら買いって現れないから、基本的にみんなテレビ壊れるまで使い倒すじゃないですか。さらにその先パーツ交換で頑張る人は頑張るから中の基板交換とかしたりして、でそんな家電量販店でテレビつけっぱなしにしてたら余計テレビ消耗して電気代だってかなりかかるのにっていう、数っていう余計な経費を使わないように、そこエネルギーの残存量問題でワンセットで考えたら答えは簡単なのにっていう、それが結局うまい経営につながっていくんですけど、いやまあ音楽業界皆さん含めてこれどう思いますかの話なんですよ。その人口統計の話からですよ。だから中国の方たちも実際10億人も絶対いらっしゃいませんから、もうだって僕は20歳ぐらいの頃から一人っ子政策って言ってましたよ、中国だいぶ前から。中国で個人情報関係がいつぐらいから出来上がっていたのかわからないんですよ。で途中からその2人まで認めるとか、なんかそんな政策を中国はされてたんですよ。で華僑と呼ばれる方たちが、まあ、いろんな国に進出して、中国の方が一番世界中にいろんなところに中華街とか作ってらっしゃったんです。アメリカにもあるし、いろんな他国、ロシアとかいろんな国に中華街作ってました。日本にもあるじゃないですか、横浜に中華街、神戸市にもあります。でっていうことは海外にたくさん移住されてると。じゃあやっぱり日本と同じように死亡届世界中から回収しなかったら、他国で二重国籍になって、他国でお亡くなりになれた方は本国の方に連絡してもらわなかったらわからないですから、その人がまだ生きてるってみんな、それこそそんな数確認できないでしょ。だから公務員の人の窓口とか行ってみないもらったら分かると思うんですけど、その窓口の仕事をするためにその窓口の人と存在として存在してるのであって、そんなに人で用意できないじゃないですか、調べるのに。今まで死んだ人たちのね、その今まで、区役所とか市役所に届け出された死亡届の中で、その人たちがもともとどこの国の人だったかとか、それ調査するのって何百万人じゃ聞かないじゃないですか。特に中国なんか絶対多くじゃないですか。そんな書類の山、誰が調べるんですって。1年間で1人で1万件なんか絶対無理でしょう。慣れた人だったら100件以上できるんじゃないですか。何百件かできるんじゃないですか、調査。慣れた人だったらね。無理でしょ。だから日本の方でも本当の人口が表記されるまで30年はかかると思いますよ。一応昨年で40万人減です。で生まれてきた人のね数は男性女性ある程度は何万人かいらっしゃいます。でその数を差し引いて40万人減ですから、まあ何万人か何十万人かいらっしゃるんですけども、その数を差し引いて40数万人減なんですけども、それだけ海外から死亡届の、調べ方が手際が良くなってきたのが、4年ぐらい前から、人口統計減り始めてるんですよ。で最初の頃はね10数万人減ぐらいだったんですよ、1年目で。だんだん、数が増えていっていて、多分手際が良くなってきたんだと思いますよ、調べ方とか。で昨年40何万人減で、ただね
1年間で40何万人間、まあ、死亡届海外から来てるのが、まあまあ、日本でお亡くなりになられている方たちと生まれてきてる方たちの増減がありますから、まあ、海外から届いてる死亡届のものが、まあ、40万件くらいだったとするじゃないですか、仮に。じゃあ10年で400万人しか調査できないわけじゃないですか。30年で1200万人どんぐらいしか調査できないから、それ3倍ぐらいにスピードアップしたとしても、1年で120万件だったとしても、10年で1200万人、30年で3600万人。多分もう前輪の地図見ていたら分かるんですけども、6000万人も絶対いませんって。本当に神戸市の垂水区を今調査してるんですけども、アパート、マンション、集合住宅、公営住宅、そういうふうなところの、ページね、87ページのうち85ページをコピーして、最初に 1、2ページ完全に商業施設でしたから、駅のそんなとこに人いないから、住んでる人で、最初の10ページをね、まあ、3ページから13ページぐらい調べたら860何世帯くらいで、びっくりして、ってこれ1万世帯いらっしゃるの、どうなんですみたいな。その後調べていたら、残りのね、次の10ページほどで、あ、1600世帯とかいらっしゃったとか、これなんとか全部合計したら1万世帯到達するかもしれないっていう状態で、分譲マンションと集合住宅とか、もうそういうところですよ。他の、じゃあ一軒家のところどうかって言ったら、明石海峡とかあって、大きなジャンクションとか、古墳とかあるんですよ。たくさんのページで、家、1ページね、400件あったらいい方で、90ページしかなくて、そのうちの10ページぐらいが隣接してるところとかで、家が数軒とかしかなかったりするページとかあるから、本当に。古墳とかジャンクションとか隣接してる山の方、完全に民家はほとんどないようなページとかもありますから、本当に。そこから、ね、表札は ありますけども、空き家でしょ、本当はっていう家引いたら、本当の人口何世帯なんでしょう、これかけるに本当にしていいんですかって、僕みたいに今一人暮らしの人、ものすごく多いですよって。2003年に個人情報保護関係が出来上がってから、その時点でね、2003年の頃にもう二十何歳とかの人たちも、その結婚までたどり着けなくなってるから、いろんなところに働きに行ったりしてるから、人材派遣業法とか出来上がっちゃったから、昭和63年に。いろんなとこ僕みたいに垂れ回しになって、音信不通みたいな形になったりとかね、阪神淡路大震災みたいなことがあったりしたら、やっぱりどこに住んでるか分かんなくなるから、昔は追跡調査できてたんですよ、郵便局とか通して。そこは個人情報保護関係でできなくなったんですよ。本当に。だから男同士の友達とかでもどこ行ったか分かんないってなります。だからそれは大きな地震とか発生したりとか、まあ台風とかでもそうですけども、河川の氾濫とかで、で大きな災害が発生した時に、移住したりした時に分からなくなる、当人からの連絡がなかったら。だからこれが世の中の現実であって、まあ、その辺のところを51ページ、まあ、じゃあ、51番、ホームページ、淡いケースの利益の51番見てもらったら、まあ、いろいろわかるんじゃないかなと思います。まあ、これは一般人の方にも呼びかけてるのであって、本当の人口っていうのがわからなかったら、どんな商売でも失敗しますから、まあ、これ以上出店するものがないんですよ。99.999%。今あるところ使用してればいいんです。エネルギーの残存量問題の方が重要度は高いですから。10年後に石油とガスの輸入が止まっても全然おかしくない状況ですから、今の状況ね、消費はずっと拡大されていて、で、もう残り54年分ですよ。僕は20歳ぐらいの頃69年分だったんですよ。石油の採掘可能埋蔵量。先々まで掘っていく分計算入れてますから。で、2011年のデータベースで、まあ、その辺はね、36番見てもらったらわかります。詳細、世界国勢図会っていうものから詳細のデータ、
記載しますから、それはその当時、僕は20歳ぐらいの頃から世界国勢税を作ってた会社の人たちとか国会議員の人たちは、それも別に一部転載してもらったらいいということをおっしゃっていただいてるんで、それは僕は知ります。で、みんななかなか覚えないんだから、むしろ、まあ、覚えていただいて、まあ、載せていただいてありがとうございますというような形だと思いますよ。そこをみんなで取り組まなかったら、エネルギーの残存のもので分かっている人なんか公務員でもなかなかいませんもん。じゃあどこの誰が分かるんですって。すべての社会人の人が覚えなかったら、で多分もう高校生ぐらいには知っておかなきゃならない。だからそのためにもかまど発電を進めなきゃならないし、そのエネルギーの重要度でね、あのかまどで暖を得ながら発電すると学校でね、それで売電する。で、学生さんは、まあ、時間給で、給与を得ると。働くっていうことの実感と、車なんか買ってたらとんでもないことになりますよっていうことをワンセットで学生の頃から教えなきゃならない。で、車を作るのに大量のエネルギーが消費されてるんですよ。このどうしようもない車という悪循環。もういろんなとこ行ったか分かります。電車バスとこでどこでも行けます。大体。もうほぼほとんどのところ。日本というこの国内の 90% は絶対そうです。あとは沖縄とかにフェリーとかで行くぐらい。あとは飛行。まあ飛行機の方がいいのかな。その時の乗車率によると思います。乗車率、乗車率。飛行機ガラガラだったら効率悪い、フェリーも片やガラガラだったら効率が悪いっていう話になりますから、いやだからね、もともと神戸市の垂水区って22万人っていう行政の表記だったんですよ、インターネット上ね。三田市はここ最近のデータでは10万人なんですけど、三田市なんか1万件あるかどうかだから、いるわけないでしょ、そんなにたくさんって。半分どころか3分の1かもしれないじゃないですかって。高校生、高校の数も僕間違えましたよって。北摂三田と三田学園同じ名前、同じ高校だったって。高校4つだと思ってたら3つだったって。もしかしてもう今2003年の個人情報関係でもう高校2つになっちゃいましたっていう状態。そんなところそんなにもう10万人もいらっしゃるわけないでしょうっていう、どうしましょうっていうこの状況。垂水区なんかもう警察官の人が僕に聞いてきましたから。ね、明石球場行く途中だったから、もう今からもう10年以上もっと前かな、それぐらいかな、なんかこの人やわとかなんか言っていて、警察官が、ちょっと聞くだけなんですけどいいですかって言われて、垂水区20何万人っていうことになってるんですけども、これ本当にいると思いますかって聞かれて、僕も急に聞かれたもんだから、いや僕は垂水区のことちょっとあんまりよくわからないですけどもっていう返答で、あ、そうですか、わかりましたって、いやこの人は知ってることになってるはずなんだけどとか、なんか警察官って言って、だから一部だから秀和株式会社で、ね、2005年から2006年とか2006年から2007年に働いていた時に、三田市の前輪の地図、一軒一軒の表札が入っていたものですよ、表記されているもの、その地図三田市を1枚もの作りましたから、もう事務所の部屋一面広げたら、それでもそれもういろんな地図とかみんなで確認した時にみんな絶句しましたから、働くところをあんまりないっていうことをみんな気づいてるって、ほんまや。びっくりして、え、みんなどこで働いてんのって。いやいや、そもそも家の件数自体、これ行政が発表してるのと全然違うんですけど、これなんでこうなってるのって、分からへん分からへんって本当にもうみんなこれ、垂水区なんか、だからその、あとは一軒家のところで何世帯あるのか、けどそれ、一応表札は入ってるところは全部カウントしますけども、そこから本当は引き算ですから、空き家があるでしょうから、で、まあ家の一軒家で、3万件あったら多いんじゃないかなっていうのが僕の見立てですね。どう考えても、もう2万
案件ぐらいなんじゃないですか。だからあとはその集合住宅とかアパートマンションの方で、まあ、1万世帯ぐらいとして合わせて3万世帯で空き家引いて一人暮らしの人たちもいらっしゃる、強引にかけるにをしていろいろ考えても、いや本当に目いっぱいいたとしても5万人ですわみたいな話になるんですよ。っていうことは22万人から考えたら4分の1以下じゃないですか。3なしの話もね3分の1以下になるでしょう。神戸市もうどこもそうだから、えもう絶対どこでも同じだから、この間ね12月28日に皇居行ってアポイント なかった無理だでまだ追い返されて、ここまでいろいろ調べたのにって、撮影まで行ったのにって、56人の命よりもアポイントが重要、っていう帰り、そのいろんな意味込みでね、その JR の乗り継ぎで帰ってきたんですよ。そしたら東京都から、まあそれは神奈川県はそれなりに家があるから、それね JR 新快速というか 特別急行、急行かな、特急か何か走っていたのと、まあ、特急で買わなきゃならないですけども、もう静岡県入ったら新快速でも各駅停車のところがほとんどなんですね。でやっぱり線路見てもほとんどのところが単線なんですよ。で駅のホームのところで、ごめんなさい、単線って片道単線の方ですよ。完全単線じゃないですよ。駅のホームのところで、一応大きな駅は4本線路があって、まあ、そこでね、特急とか、通り過ぎるんだとは思うんですけども、普通の電車が停車してるときに。で、やっぱり静岡県を見たときに、家あんまりないなっていうのは実際の感想で、でまあその後、まあ、名古屋はやっぱり愛知県ですから、それに新快速は駅飛ばしていきますけども、愛知県の方はで、やっぱり岐阜入ったらあんまり言えないなって、滋賀県もあんまり言えないなって、まあ、京都は、そこそこ、まあまあ大阪まで来たらね、もう大阪ヒルドンホテルとかで勤務してましたから、まあある程度は分かってますけども、手話株式会社の本社が大阪堺にありましたから、何回か行ったことありますから、だからそれまでの風景とか頭の中ある程度入ってるから、これあかんわ、全然あかんわっていうのが率直な感想で、もともと岐阜県とかが、滋賀県もそうですけども、神戸市より人口少ないですよ。神戸市自体が24の県よりも人口多いんですよ。けどその神戸市の実態がそれで、他の24の県も実態はそうだと思うんですよ。本当の人口ね。っていうことは、国会議員の人たちとそのテレビに向かっての僕の音声との受け答えとか、いろいろあるじゃないですか。心の声とか頭の中の方もそうですけども、政党交付金1杯コーヒー250円かける人口の話ですけども、その当時、昔、一杯コーヒー喫茶店で250円だったんですよ。で、かける人口で政党交付金っていうものを捻出して、で、まあ政治活動させてくださいと。それが政党交付金だったんですね。で、6000万人よりも、これもしかしたら人口少ないかもしれませんよって僕は言ったときに、まあ、どの国会議員の方かも忘れたんですけども、まあ、たくさんいろんな方たちいろんなこと話しかけてるから、いろんな受け答えしてるから、僕ももういちいちメモしられないんですよ、本当に。あれだけ YouTube で言ってればもう十分でしょ、もうみんなも。もう肝心なところは、これ6000万人よりも、これ少ない可能性12分にありますよって言ったら、それだったら我々が悪いっていうことになるっていうことを言ってたんですよ。まあ、そこはそこで、別に隠し事をするわけじゃなくて、その人もはっきり言ってるんですよ。それだったら我々が悪いということになるっていうことをね、こうバシッとこう言ってくれてるんですけども、それだけね、やっぱりもうみんなうそうそ上の方では気づいてるんですよ、人口あんまりいないなって。だからだいぶ前にそのアメリカの方でね、このままだったら日本消滅するよって言ってたじゃないですか。そのエネルギーの残存量問題の方向からでもそうなんですけども、消費量は結構ありますから日本は。でも余計な車がもう通っていたでしょ、改造マフラーだと思われる車、どうせ燃料たくさん消費して大した理由もないのにその辺走り回ってるっていう車、ああいうのが余計本当に、みんな電車バスと
会社の通勤でどうしても必要な人だけ車買っていいの。それできなかったら10年後に石油とガスの輸入止まってもどう考えてもおかしくないですよ。技術的に採掘可能埋蔵量もう残り54年分なんですよ。でそこでよく見たらそのコロナウイルスの渡航制限がかかっていた2020年かな、あの年の消費量で計算しないで、その前の年のね2019年とかの消費量で計算してみると100億キロリットル足らないんですほど。100億キロリットルほど足らない。1キロリットル1000リットルなんですよ。これ消費拡大していったらどうなると思います？無理でしょ。10年後に輸入止まってもおかしくないでしょ。だって石油が完全にね枯渇するまで売ってくれる保証なんか絶対ないじゃないですか。気づくから自分の国の国民の人たちがもうこれ以上おらないでくださいよ国王様ってなるじゃないですか。サウジアラビアとかに埋蔵量一番多いのはベネズエラさんですよ。けどそのね周りの国で石油がなくなってきたら、その採掘量によっての消費に合わせてですから、ベネズエラとかにね買い付けに走ったりするでしょ。けど採掘するペースっていうのはある一定のスピードで限られてるから追いつくわけないじゃないですか。それぐらいの危機的状況に今陥ってるわけなんですよね。で2048年に南極条約で、2048年になったらあの資源の採掘をしてもいいですよっていう条約、国際条約があるんですけど、南極の方でね。で G20 の国がまあ40カ所ほどで、採掘地点をあのいろいろみんなで手分けしてね、あの今いろいろ調べてるんですけども、まあ、氷の方が掘りやすいっていう部分とかもあって、岩石に穴開けていくよりも氷の方が掘りやすいっていう部分とかもあって、だけどそんなにたくさん資源ができてくるかなって考えたら、それよりもね、それ出てきたとしても何年持つんですかっていう話になるじゃないですか。だからもう正直先行き見えてるんですよ。でここで河川水門開始玉発電とか地下水流トンネル発電とか進めておかなきゃならなかったのに、釜山発電もあとマグマ発電も、マグマ発電はもしかしたらそこの中にあの鉱物資源が、含まれている可能性がある。まあ、金属類ですね。だからタービンのところでだいぶ電気を発電したら、まあ、摩擦でね、静電気を発生させて、通電率のいい、銅とかで、電気をね、回収してる。だから摩擦だからどうしても金属が消滅していくんですよ。削れるから。だから新しく金属を採掘しなきゃならないの堂々巡りの話になってくるんですけども、だから極端な節約の世界まで突然しなかったら人類持ちこたえれるわけがないんですよ、どう考えても。いやだからもう上の方でね話がどうなってるのか全然わかんないんですよ。そこまで本当のことがわかったら、だから天皇家の人たちじゃなかったとしても河川水門開始発電とか地下水流トンネル発電でも各都道府県知事でも、総理でも、各大臣でも誰もいいから僕に電話かけてくれたらいいじゃないですか。もうけど電話がない。僕は自分の電話番号まで公表してるのに、有名人になった人間も誰も電話かけてくれないでしょ。あるのは、番号非通知の電話だけ。それで後で電話かけたってどうせ言ってるんですよ。テレビ出演者、どうせ。昔もそんな話になって、僕二十歳ぐらいの頃。やっぱりテレビ出演者イコール卑怯な生き方だったっていうような話になってしまったんですよ。もう僕 もう言いたくなったらもう止まらなくなるから。でもこんな状況になってね、そんな対応されたら絶対そう言ってもしょうがないし、それむしろ言った方がいいでしょう、どう考えても。だからもっとシンプルに考えて、だからジャニーズもねテレビ局としっかりと打ち合わせをして、テレビ出演者の人で髪の毛染めてる人はテレビ出たらダメだっていうことになりましたって言えばいいんですよ。海洋基本法違反だからって。まあ、淡井圭介さんが言ってると。YouTube でちゃんと言ってるって。文部科学大臣で女性の人で髪の毛、ね、髪の毛全部染めてる人間がいて、もう、ね、もう、下ろしてくださいって言いました。ね。やっぱり変わったでしょ、内閣改造で。当たり前じゃないですか。学校教育で教えてるんだから。髪の毛染めちゃダメよって。僕らなんか裁判所までね、神戸地方裁判所まで歩いて15分の神戸市兵庫区の港川中学校ホームページ淡井圭介の日記の一番上の方の目次のところ、自分たちの中学校の頃の写真とか載せてます。
1年生から3年生まで男子全丸刈りですよ。そうしていれば髪の毛染めるやつがなんか出てくるわけがないっていうか、学校の発想でね、その教育界の発想で男子全員丸刈り、男女平等どこにあんの。で、僕の記憶ではね、これ確実に覚えてることなんですけども、思い出せる限りで言うと、それでも同学年で男子に丸坊主なのに髪の毛染めたやつ2名は絶対いました。で、それが1名は禁止校とか呼んでて、もうそうしたらいいんですよ。だからもう定員オーバーなんだから、ジャニーズもそうなんだし、これが素晴らしい解決の仕方。テレビ局も、だってもう人口、本当の人口分かったんだから、本当の人口で行くと、NHK 料金も下げる話なんですよ。国会でそういう話もう決まってるんですよ。っていうことは、今の料金よりも半額ぐらい。これで豪華なね、ステージとかなくなって、光物ライトとか、予算がないからって、もうやめるからっていう話になって、エネルギーの節約になるんですよ。ちょうどいいじゃないですか。節約をしっかりとしとけばよかったんですよ。衣装代とかも含めてね。そんなに衣装もコロ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 作っていたら、ほらもう倉庫の中いっぱいになって。最後自分で買い取ってから言われたらどうします。あなたたちでしょって、衣装は次の作ろうって言ったのって。会社のお金なくなりましたよって、退職金とかなくなりましたよって、どうしてくれるんですかって、もっと衣装代とか節約してたらよかったじゃないですかって言われたらどうします。あなた自分の分だけども買い取ってくださいよって、それ退職金回してください。どうします。一応安倍政権の時に人材派遣会社の人でも退職金出るようになりましたよ。なかったらなかったらどうせ無理だから、家の借金返済するの。そこの僕の家はね、斜め向かいの藤原台の、一軒家のところ、1階が駐車場になっていて、その上に2階があって、3階、まあそこは1階2階なんでしょうけども、実質はもう3階建ての構造じゃないですか。だからああいうふうな構造だと、多分土地代プラス建物代で3000万円超えてると思うんですよね。で、やっぱりそういうところは、物気の殻に何軒もなっています。ものすごく大きな家じゃないですよ、白い。まあ、一軒家の中に2世帯住宅みたいな形で作ってる、これほとんど 1.5 軒分か、まあ、片方の家が大きいから2軒分じゃないかって思われる家じゃないですよ。その並びのところ、大きな声でね、こちらまで僕がベランダに行った時に、わざわざ大きな声で言ってくれてました。最初から分かっていたことだって。で、それで、まあ、いなくなられた方たちもいらっしゃったんですけども、だから、どう考えても、ローンの返済とか無理だから、僕の履歴書見てもらったら分かる通り、その人材派遣会社がいろんな業界で大半の数を占めてしまった以上、ああいうような履歴書にどうしてもなるんですよ。気持ちがコロ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 変わるような形にね、多くの人が。一時的に仕事があったりなかったりがありますから、かといって会社の方で人員整理つけなかったら、それはそれで会社が持たないでしょ、倒産するから。もうそれでいいんじゃないですか。ジャニーズの、まあジャニーズ系列、その後、何でしたっけ、スマイルアップっていう名称にしましたけど、それ。悪魔の実でスマイルの話、それ本当の話なのにっていう、その僕は大真面目にね、テレビに向かって声投げかけてるのに、出演者の人間はヘラヘラヘラ笑ってる、笑うことしかできなくなったって、本当は家の中でめちゃめちゃ怒ってるから僕。で、蓋開けてみたら、どうやら東京都出身とかウィキペディアに記載されていた芸能人とかで、どうやら兵庫県出身者、しかも僕の同級生だった人間の妹とか、どうやらそれが深田恭子と言われてる人物、一応テレビでもそれ言ったんですけど、何回か、もう覚えてられないでしょ、ある程度の年代まで生きてる人は。で、10代とかまだ20代前半の人で騙される人は思い込みで騙されるんですけども、その先方の手先となってるのがプロ野球界の絶対嘘だと思われる年俸の話、
あれを年収だと勘違いしてる話。僕が学生の頃、子供小学生ぐらいの頃、三冠王なんかのことで落合さんですら1億円の話なんかなかった。その当時に誰かが言い始めて、多分最初はスポーツ紙が書き始めたんだと思う。落合博満は年俸1億の価値がある。商業原理、東京ドーム848億円か868億円かそれぐらいかかって、そんな金額選手に渡したらいいですか。あの資産が1億円以上あるところ、もう球場が870何億円の時点でどれだけ老朽化しても絶対資産は1億円以上になるんですけどもね。あの球団の売り上げに対して、法人税 23.1% の方、固定資産税だけでももう最初の頃は3億円は固いっていう、3億円払わなあかんっていう、それプラス全体売り上げね、今年は成績良かったと、お客さんもたくさん来たと、200億円売り上げ突破したぞと。23.1% は、ね、固定資産税と合わせたら約50億円くらいになると。あと経費とかいろいろあるでしょ？電気代だけでやっぱり1億円以上かかってるらしいですよ、年間。みんなの税金最初投入されてるんですよ、各スタジアム。本当に。メジャーリーグでさえそうなんですよ。大体の球場が、半分ぐらいみんなの税金使用されてるんですよ。なんか公文書公開が通用するんですよ。法律の。もう見せなさいって。会社どうなってるのって。みんなにその税金返還しましたかって。納税で返金したんじゃなくて作った時の費用を返金ですよって。当たり前でしょって。ちゃんとゲーム業界とかそういうふうにしてるんですから。ゲーム業界で税金なんか投入されましたかって。雇用者税金とかあったとして、たのかどうかそれは分からないですけども、調べてみないと。だけども基本的に売り上げ上がったら 23.1% 納税してるじゃないですか。ね、やっぱり巨大横領事件の話になるでしょ。CM がどうこうみたいな形で捕まってる人たちの角川書店の人は、あの人は多分かなり昔の人、昔もニュースで出てきてましたから、そこオリンピックでなんかつなげてなんかニュースで放送してましたけども、じゃあ東京オリンピックの9600億円以上の税金のつぎ込み、あれは一体何だったのかと。あと万博ね、万博もあの高速道路でね、湾岸線、兵庫県のお恥ずかしい話なんですけども、もともとあんまり車通ってないんですよ。阪神高速の方が安いから、高速道路乗るにしても、車所有者の人たちでね、阪神高速の方に行くんですよ。で、湾岸線、高い、料金が高い上に走ってるところもすごく高くて、あれ、地上から一番高いところ、大阪までのところでね、100メートルぐらいありませんっていう、ものすごい高いんですよ。で、別にね、スピード違反とかしてなくても、普通の高速道路の標準的な速度で走っていたとしても、軽自動車の、ワンボックスタイプのものとかね、横風が結構面積当たるでしょう。ハンドル持っていかれそうなんですよ。でタイヤ小さいでしょう、軽って。で、ニュースとかでもたまに風に煽られて、ステーンって倒れてる車ありますから、こんなところで車横転して、これフェンス乗り越えて海の方まで落下したら、こんなもん絶対死ぬやろうっていうような、下が海だったとしても。下が道路なんかもう 100% アウトじゃないですか。あんな怖い道路誰が乗んねんみたいな道路を、せっかくもともと六甲アイランドぐらいで止めていたのに、それをハーバーランドまでつなげて、今度まあちょっと神戸に住んでない人だったらわからないと思いますけど、妙谷っていうところまでねつなげようとしてるんですよ。もともとオリックスバッファローズのあったグリーンスタジアム神戸の近辺のところ、それで多分何千億円がかかる。でこれでね、請願法による陳情で、まあ、これは会計監査院とか発表したらいいと思うんですけども、まあ、万博のカジノ自体でね、オリックスの借り入れが三井住友銀行からカジノだけで5000何百億円、もう絶対それアウトだから、もう年間のお客様の数が2000万人とかわけのわかんない表記で、
阪神タイガースとか読売ジャイアンツとかで、ね、人気球団、全国にファンがいる人気球団が優勝争いをしていて優勝して、で、優勝を最後までしたら日本シリーズとかまでたどり着くでしょう。それによって、その、来場者数がね、300万人突破したらすごい方なんですから。絶対無理じゃないですか。輸送もおからし無理なんだから、その時点で。それは、阪神タイガースとか、まあ、読売ジャイアンツはね、まあ、東京だったら地下鉄とか JR とかいろいろあるじゃないですか。電車の。輸送も。で、阪神タイガースは阪神電車だけじゃないんですよ。JR とかもあるから、しかももう、久しぶりに阪神タイガースの試合見に行った後ね、試合終わった後。阪神の方の阪神電車に見て帰ったんですよ。そしたら5分おきに新快速か快速かな、5分もしかしたら下回ってたかもしれない、次々とホームに入ってきて、次々と人が入っていって、次々と発車していくって、これ相当腕あるなと思ったんですよ。だって事故ないから、阪神タイガースの試合終わった後だって猛スピードで走るでしょ、新快速とか100キロ超えじゃないですか。それが次々ホーム入っていって、だって そのペースでホームに入っていって、そのペースでお客さんが入っていかなかったらホームから人があふれかえるでしょ。お客さんがホームに来るから、勝手に昔の明石歩道橋の事故みたいに押し合い試合になって将棋倒しになったら困るでしょ。よっぽど気張ってるんでしょうね、確認動作とかいっぱいして絶対事故がないように。そう、あ、見事だな、すごいな、プロだなって思いますけども、それプラス JR とか、もしかしたら阪急電車に乗られてる方は乗られてると思いますよ。だからその3つの線路があるから、なんとかなるのであって、その万博に何車線の線路、片道あるんですかっていう話になるんですよ。それなかったら、そもそもその数字自体が無理だし、だからもうその高速道路込みで、これ、いろんなところで高速道路万博の話とつなげてこれ作ろうとしてたよ、もう顔側で見つけましたよっていうことで、こんなもん告発もないやっていうことで、僕はその顔側編でね、撮影してる時に最後の方でそういうことを言ってるんですけども、100人ぐらい告発したねっていうことを言ってるんですけども、これ本当にこれ万博でね、その出展もさせられるでいいと思いますよ。出展させられるその民間企業の人たちのかかる費用も含めて全部これ総費用いくらかかるんですね、きで、もうそこまで行っていいんかいで、この間出てきた数字が日兆何千億円8000億円くらいこれ工事始めたでどうせまだ金額上がるんですよ、いつものパターンで言うこと。雨が降ったら工事ができなくなるでしょ、給与保証とかで、液状化に対する対策とかで250何億円とか、どうせそれも工事始めた金額上がるでしょ。今度今円安で資材が上がって価格が上がりますとか言い始めたでしょ。もう分からない、終わってみなかったらもうこれもしかしたら3兆円の方向性かもしれない。で高速道路なんか当社は当社で車が今度走り回るでしょ、余計ガソリン消費するでしょ。もうめちゃくちゃチンコこうなってる。ああ、もうこれまた消費税上がるかもしれん、あの話。消費するから消費税が上がるっていう概念もあるんですよ。けどそれって話おかしいでしょ。国会議員の人たちでそういうふうに消費税作っておいて、自分たちで仕事建築業界にばらまいて、もうストレートに言いますけども、票を得て自分たちで高額所得者、話なんないじゃないですか、国会議員としての務めは。高速道路なんか絶対作っちゃダメじゃないですか。僕も分かんない、なぜこんなことになってるのか。なぜ会社法で会社に責任があるのであって、それを決めてきた国会議員の人たちに責任があるのであって、そのエネルギーの存在もないで、それ考えたらもうこれなんかもうどうにもこうにもならないと思う。もう多分僕が生きてるうちに多分石油とか、ガスの輸入止まっても全然おかしくない。それが極端な数量制限。もう今20代の人たちはもう絶対アウトですよ。
本当に河川水門会石山発電とか地下水流トンネル発電とか蒲田発電の始まる兆候なんか全然ないから、蒲田発電は結構重要で、若いうちからエネルギーの残存量問題をしっかりと教育する上で、自分たちでエネルギーを作り出さなかったらどうにもならないんだよっていうことを学生のうちから教えておかなかったら無理だから、この世の中まあ、皆さんにお伝えできることのその近況とか、まあ井ノ原さんの方で、まあ本当の人口を聞いてびっくりしましたって言ってくれてたから、で何もかも変でしょ、じゃあなんでテレビ局2チャンネルとか増えたのってでしょ。でもともと僕は子供の頃とかって夜の12時以降とか番組放送しなかったんですよ、夜中とか。お特に朝の4時なんか何やねんピーっていう音が聞こえて、テレビ何も映ってないっていう状態だったんですよ。変でしょ。バブル崩壊したのは1990年でしょ。けどもまた変なお金の回し合いをし始めるでしょ、銀行関係の人間が証券会社とか政府も。で今株価は 2. 何倍とかになってる会社とかあるでしょ。多分まあ、海外からの人が円安だから今が株の買い時だとか、もうエネルギーの残存量まで分かったら株の買い時そんなもんどこの国にもないよって、本当の人口とワンセットで分かったらって。まあ、お金を動かすことしか、下手にお金を動かしてね、その株の売買とかで成功してきた人たちはそういう世界しか知らなくなるから、現実社会から開示していく人たちになるから、そういう人たちが成功したら成功したで大きなお金を持つでしょ、で大きなお金を持ってさらにお金を動かすでしょ、だから社会余計めちゃくちゃになるんですよ。だから円安だから今買っておけば得だみたいな発想になってしまったんでしょうね。で株価が上がった、で後でどうなるか、会社の実態と世界の実態、本当の人口とエネルギーの残存量問題でオールアウト。だから僕はずっと言ってる、河川水門開始玉発電とか地下水流トンネル発電が始まらなかったら日経平均株価はなんか2万8000が上限だって。根拠ないですもん。だってマーケットが2003年以降ずっとこうなってるんですよ、全てのマーケットが。スーパーマーケットだけじゃないですよ、本当は日本国内として見たらゲーム業界とか音楽業界とかもこうなんだから、アニメも漫画も映画館とかもどちらかというと、もう採算合わないところ、まあ、新海誠監督を軸にして、まあ、とあるし、今年一つの映画館閉鎖してもらいましたけども、もう絶対その方向性って。もう空間大きいから、どうせエアコン使うでしょ。あんまりお客さん来ないんだったら、もう別に、経済権利でも同じだから、本当に民間企業は倒産があるから、まあ、どちらにしても、もう閉めなきゃならないとか、閉めなきゃならへんし、エネルギーの残量問題考えても。なんかもう世の中の実態分かってない人たちがお金を動かしてるから、そのしわ寄せが我々低所得者の方に絶対つけが来る。これが世の中の実態。いやだから来年4月になったら、一応ニュースで予定ということで国会で発表してもらってるんですけども、ガソリンとかに関する補助金はもうなしにしてほしいって言ってるんですよね。そうじゃなかったらエネルギーの残存量問題対応できないと、そうじゃなくて10万円の給付であると、その7万円の給付プラス所得税からの4万円とか差し引くとか、ああいう よく分かんない、もう導入者もうみんなよく分かんなくなるから、確定申告の書類とか本当に扶養控除のところとか、年収昔128万か138万だったんですよ、それがいつの間にか108万になってるでしょ。それだけでも政府の書類がいつの間にか変わってるの話になるのに、今度所得税の控除から4万円分あの手元に戻ってくるような形にするとか、もうややこしいことばっかりしてるんですよ。そうじゃなくて10万円の給付にしておいて、ガソリンとかの補助金をなくして、まあ、レギュラーが1リットルあたり200円超えたりしますよ。だから節約するんじゃないですか。その代わり給付は10万円給付しますよって、だから節約した者勝ちっていう話にした方が分かりやすくていいでしょ。だから安倍政権の時にある程度それをしようとしていて、あと安倍政権の時は一律給付だったから、あれしたら本当はダメなんですよ。だからさっき の死亡してる本当は架空の人たちの口座までお金入っちゃうから、でまた銀行にお金がね積み上がるでしょ。で銀行はそのお金を使ってお金回そうとするでしょ。だからそれが最たる例がカジノ
5700億円、5700億円取り返そうと思ったら、純利益超単位で売上自体ね、営業利益、経常利益、純利益ありますけども、純利益までたどり着こうと思ったら、じゃあ営業利益で1兆円以上は絶対、1兆円どころじゃないじゃないですか、5700億円って。もう5兆円くらいでしょ、無理じゃないですか、そんなもの。海外からのお客さんなんかほとんど来ないのに。安倍政権の前の頃で海外からのお客様の数は年間1000万人いなかったんですよ。しかも、留学生とか含めてね。例えば海外からの旅行者で、1日滞在1人でしたら1で、7日間滞在したら7人なんですよ、1人が。そういうカウントの仕方ですよ。万博に2000万人来る？じゃあ日本人が大半負けに来いっていうこと？そういう話になるじゃないですか。5兆円も負けてくださいって。誰がそんなお金あるんですかって。そんなお金あるんだったら家のローンの返済とか、年金しっかりとかけてなかったら、今ね、年金、国民年金プラス厚生年金の支給、一月支給額ね、年金、まあ全部合わせて年金という形で、男性で一月15万円以上支給されている人の数が、まあ大体 50% ぐらいなんですよ。女性は3割ぐらいです。それが世の中の現実なんですよ。みんな年金そこまでかけれてないし、2000万円かけてなかったら、それがね、2000万円かけていて、60歳からの支給なのか、65歳からの支給で15万円なのか、ちょっと僕の方で分かんないんですよ。なんとなくもう僕らが、例えばね、僕の年齢で65歳になったとしたら、その頃ぐらいの頃だったら、なんとなく65歳の方なんじゃないかなって思いません？60歳なんか夢物語だみたいな。もう社会がね、65歳とか、60、本当は60歳以上の人が、特に役員とか、議員の人たちが辞めていってもらわなかったら、そのあたりが高額所得者じゃないですか。で、そのあたりのポストが空いたら、一段ずつ下の方空いていくから、繰り上がり、一番下の方のポストが空くでしょ？ポストというか、その席がね。だから家のローンが返済できてないとか諸事情があったりとかして、年金の支給額もこれぐらいしかないから、まだ辞めるわけにいかないんだっていう人たちがいらっしゃると思いますよ、事実として。一般人の方たちも含めて。だから65歳超えていても働こうとする人たちがたくさん存在するでしょ。じゃあ若い人たちに仕事が回らなくなるでしょ。学校から押し付けられるでしょ。無理でしょ、どう考えても。もうテレビ局自体が髪の毛染めてる人はテレビ出しませんでいいと思うんですよ。それで人員調整したら。もともとホテルマンはそうですよ。髪の毛染めちゃダメなんですよ。髪の毛染めてる人間は働かせませんよっていうことなんですよ。本当に本当に。正社員雇用ないよって、そんな人に言って。どうしようも混ざるんですけどね、髪の毛染めてる人は。ただ、ホテルマンは比較的髪の毛染めて働いてる人間の率はかなり低いですよ。他の仕事場と比べて。本当にその踏ん張ってます。以上です。まあ皆さんご協力ご対応というか、まあそれで自分たちをガードしたらいいんじゃないですか。それでも意地張って髪の毛染めてきてるやつらが、そいつらが負け組でもよかったんじゃないですか。海洋基本法違反で分かりやすくて、文部科学大臣でさえ降ろされてたんだから、自分たちだって降ろされるでよかったんですよ。それで分かりやすくていいでしょ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。もうどちらでもいいっすよ。請願法の陳情でもなんでも。もうそうなってくれたら、もうあとはもうテレビ局合併するべきですよ。それしなかったらチャンネルが多すぎて、あんなにたくさんチャンネル作ってこんな人口しかいなかったら、それはもう、いつ、もうだって僕も働いてる時とか、そのスポーツの勝ち負けプラス政治経済にずっと関わっていた時、その、新聞朝刊も夕刊も全国紙5紙目通して、プラス神戸新聞は目を通してた時、10年間法律と向き合って、世界国税税と、もうあとはもう日経業界筋とか、もういろんなもの買って、もう
猛勉強。気が付いたらすごい曲が出ていたっていう感じ。本当にそんな状態。本当。もうだから働いてる人たちとか本当はそういう感覚なんだと思いますよ。ゲームもそう。いつ何かファイナルファンタジーが次々と出ていたっていう状態で、ああ、ファイナルファンタジーなんか天下のあたりぐらいからもうしてへんわ、みたいな形に。一時期僕はね、ファイナルファンタジー7止まりだったんですよ。そこから8と9再びした時に、ああ、やっぱりファイナルファンタジーってすごかったんだっていう感動を再び思い出して、まあドラゴンクエストとか、まあ、再び継続して新しいシリーズとかしてみて、間途中で抜けてるんですけどね。あ、やっぱりすごいわとか思ったりするんですけども、やっぱりテレビ局合併しなきゃダメだと思いますよ。あと夜中と明け方の番組絶対いらないっていう、そこは余計な経緯。本当に以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。